コート・ニー・バーネットはオーストラリアの女性シンガー・ソングライター。メルボルン出身。オーストラリアのタスマニア州に生まれる。学生時代に学校の友人とロックバンドを組み、タスマニア大学ではアートと写真を学びながら友人と二人でカバーバンドを組む。その後ソロでの活動や他のバンドのセカンドギタリストとして参加。後にメルボルンに移住し、 ライブハウスでアルバイトをしながら、バンド、ラピット・トランジットに、ギタリストとして在籍。ラピット・トランジットを脱退後、ザ・ダンディ・ウォーホルズのドラマーでもある、ブレント・デボアが中心となっているバンド、イミグラント・ユニオンに参加。2012年にレーベル・ミルク・レコーズを設立し、デビュー EP、I、VE ゴッタ・フレンド・コールド、エミリー・フェリスを発売し、続いて、セカンド・ EP、 ハウツーカーブ、エイキャロットイントゥエイローズを発売。楽曲、アバンガーデナーは、ピッチフォークメディアで、ベストニュートラック、ローリングストーンで、2013年ベストソング100曲に選出される。2014年には2枚の EP を1枚にまとめた、ザ・ダブル・ EP、AC ・オブ・スプリット・ピーズを発売し、同年のコーチェラフェスティバルに出演。また、 NME で2014年最重要新人アーティスト14組に選ばれる。2015年3月18日、デビューアルバム、サムタイムス・アイ・シット・シンク、サムタイムス・アイ・ジャスト・シットを発売。同アルバムのアートワークも自身で手掛けた。また、ローリング・ストーン氏の選ぶ2015年前半のベストアルバム45枚に選出される。3月19日には、 サウスバイサウスウエストに出演。左利きのエレキギターを演奏しながら、叙情的な詩を歌うスタイルはしばしば、カート・コバーンと比較され、リリシスとギターヒロインと紹介されることが多い。アコースティックギターをピックで弾くサウンドを嫌がった経緯から、エレキギターでもピックを使わずに、指でピッキングしている。影響を受けたアーティストは、ボブ・ディラン、ジョナサン・ディッチマン、デビット・ボーイ、PJ ・ハーベイ。 パティ・スミスなど。楽曲、ペデストリアン・アット・ベストは、ビッチフォークメディアにて、ニルバーナの、サーブ・ザ・サーバンツとキンクスの、ユーリア・リー・ガット・ミーの中間のようなサウンド、アーティスト初期における、ロックソングの傑作と評され、ベイブメントや1960年代のボブ・ディラン、バーズを引き合いにされる。ありがとうございます。